が君の縄張りなわけ？だったらワンちゃんみたいにマーキングでもしとけば。まずそこの電信柱が君にはうってつけみたいよ。あれ、気に触った？ワンちゃんってすっごく可愛いけど。アホね、犬以下。ショーゴ、それ多分言いたいことと違ってる。私はかけたくない気分だったの。帰る。バイ。準備 OK、 ショーゴ。世にも奇妙な物語、夏の恐怖スペシャル。このへんてこな未来電話で一緒に見ようね。始まる、始まるよ。
大きいね。ねえ。男らしいっす。いやー、それほどでも。新先輩の男っぷりに感激してたところっすよ。新さん、ホームページを開設したんだって。すごいよね。おい、ショウ、もっと感心しろ。興味ないか、お前は。いいなぁ、私もやってみたい。私も。デザートのルポを世界に発信したいな。私も発信したいな。イフったら、イフって本当にお茶目さん。イフは発信するものなんてないでしょ。そっか。コンテンツは重要だけどな。素材、何を載せるかってことさ。なんだ、翔吾。どうしたの？したの？す？え？連れてきてるぞ。それが？え？本当だ、いない。ワンコどこに行ったんだ。どうしよう。よろしく頼むよ。
誰だ。あなたの犬だろう。自由にすればいい。そのような情報がどのように著しく不正確であろうと、私には一切関係のないことだ。何かご不満がおありか。冷めてる。心外だ。痩せていると言われることと同様に、私はその形容が嫌いだ。私は痩せているのではなく、締まっているのだ。バカで無知なダイエットによって単に痩せこけた女と一緒にしないでいただこう。失礼。名前。正吾、智也見つけてくれたんだな。サンキュー。なあ、今すれ違って言ったのってもしかして前にマグロが氷のような美人って言ってたのか。
何デコ押さえて放心してるんだ。知恵熱でも出たのか。そりゃお前美人だからだろ。確かに超一級の完璧な美貌だよな。実際にいるんだな、ああいう非現実的な人間って。とても息をしてるように思え。またか。昨日も思い出の中の少女と再会したとかなんとか言ってたよな。大丈夫かよ、翔吾。可愛い女の子なら誰だってお前と縁があるとかされちゃうわけ。おいおい、それってちょっと妄想が暴走してるんじゃないのか。そうか、俺が昨日お前の話を聞いた限りの情報では断言はできないと思うぞ。お、大きく出たな。なんだよそれは。仕上がってから早くカフェに戻ろうぜ。トビー。お前だろ、俺の犬話したのは。ああ、散歩してやった。トビー、前にも言ったけどさ、人の犬で勝手に遊ぶなよ。綱を離してほっとくなんて。迷い犬になったらどうするんだ。そんなヘマやらねえ。ずーっと見てた。ずいぶん熱心にあの女の機嫌を取っていたようだったな。